こんにちは、ラビアンローズです。視聴者様から嬉しいお言葉いただきました。そろそろラビアンローズさんの YouTube が見たいです。本当に嬉しいコメントありがとうございました。視聴者様からの、コメントですけども、超基本ですが、今すべきアブラムシやうどんこ病の予防方法があったら教えてくださいというコメントでした。無肥料無農薬の栽培方法の考え方ですけども、肥料型になるとバラや植物はメタボになります。メタボから抜け出したいということで、バラや植物がアブラムシを自分から呼んで、無駄な栄養素をアブラムシに吸い取ってもらう、そういう考え方が無肥料無農薬の栽培方法です。肥料は少なめに入れる、それが、基本になります。私は、バラ栽培の初心者の頃は3年間バラのつぼみにアブラムシがたくさんついてました。指で補殺して指がアブラムシ色に染まってました。無農薬栽培を始めて3年目から今もなおアブラムシがまずいるということがありません。無農薬栽培を3年間続けてみてもいいかもしれません。ご覧の私の YouTube ではアブラムシがなぜつくのか、そういうお話を詳しくしておりますので、よかったらご覧ください。アブラムシの役割とポイント。1、肥料や堆肥の匂いに引き寄せられて害虫はやってくる。肥料と堆肥は少なめに。2、肥料が多いと植物はメタボになる。メタボから抜け出すために植物はアブラムシを呼び寄せる。3、窒素が多いと植物の成長はすごく早くなる。その暴走する成長をコントロールするためにアブラムシは新芽やつぼみに群がり、暴走する成長を止めるために摘心をしに来る。その性質からアブラムシは自然界のガーデナーと呼ぶ方がいる。4、3年間無農薬で育ててみて、将来アブラムシが来なくなるか確かめてみる。5、不自然な環境を自然な環境に戻すためにアブラムシはやってきて間引きをする。間引きとは植物を枯らす意味です。農薬を使うと生命が生きていけない不自然な環境となり、生物多様性はなくなる。その鉢に、その庭にバラだけが育てられている環境も不自然な環境です。生物多様性が自然な環境です。無農薬だとまず害虫が増える。次に害虫を食べる益虫が増えて生物多様性となり、生物のバランスが整う。生物多様性にするポイントは植物性堆肥でマルチングをする。うどんこ病ですけども、風通しが悪い、空気がよどむと、うどんこ病になります。枝葉が重なっても風通しが悪くなるので、冬の時期に透かし剪定をして風通しを良くしてください。窒素が多いと植物の成長はすごく良くなります。その代わり体をしっかり作ることができず大きく成長するので虚弱体質になります。窒素を少なめにするのがポイントになります。ハイポネクス社の普通の液体肥料よりバラ専用の液体肥料は窒素が少なめになっているのも、バラは窒素を少なめにした方がいいという、証拠になります。うどんこ病は、水に弱いと聞いております。朝の水やりをするついでに葉に水がかかるように撥水してください。シャワーを強くすると、葉に強くシャワーが当たって葉の表面が肌荒れしたようになります。肌荒れした状態になりますと病原菌の感染が高まります。優しく葉に水が当たるように、
自信のない方はノズルを上の方に向けて自然に水が落ちるように優しく、葉に水が当たるようにしてください。撥水が終わったら枝を振って葉についた水を振り落としてください。そうしますと午前中の日差しで葉が乾きやすくなります。バラは午前中に頻繁に光合成をします。光合成をするときに水分が必要です。午前中に水やりし、午前中に撥水する、そういうところがポイントになります。あと日差しを通す屋根の下の注意点ですけども、屋根ギリギリにつるバラの枝を誘引しますと、つるバラの枝と屋根の距離が、近すぎると風通しが悪くなってうどんこ病になります。つるバラを日差しを通す屋根の下に誘引する場合は枝と屋根の間をできるだけ開けてください。まあ、30センチぐらい開けたらいいと思います。うどんこ病の予防とポイント。1、日差しを通す屋根の下に誘引するときは屋根とバラの隙間を30センチ以上開けて風通しを良くし葉水をする。2、枝葉が重ならないように冬に透かし剪定をする。活動期に強い剪定をするとバラはダメージを受ける。強い剪定でも復活しやすいからダメージを受けていないように見えている。バラは落葉樹。落葉樹は休眠期に強い剪定が可能。3、窒素が多いと植物はぐんぐん大きく成長するがしっかりした体を作れないので虚弱体質になる。虚弱体質は病害虫の餌食になる。4、うどんこ病は水に弱いので晴れた朝に時々葉水をしてやる。葉水の注意点は優しく葉に水をかける。強くかけると肌荒れのようになる。葉水した後は葉についている水分を優しく払い落とし乾きやすくする。5、風通しと日当たりが良いと健康になる。バラはそよ風が好き。空気がよどむのを嫌う。朝日が好きで西日は苦手。午後は明るい日陰でリフレッシュさせる。6、動物生態肥は腐敗分解して植物の窒素型や病害虫を引き起こす。無肥料栽培の考え方です。いろんな考え方があって良いと思います。次は、ご質問にはなかったですけども黒星病の予防のお話をしたいと思います。夜露でバラの葉が6時間以上濡れていると黒星病に感染します。夜露でバラが冷えて風邪をひいた状態でベト病になると言われています。鉢栽培の方は、日差しを通す屋根の下に鉢を移動して夜露に当てない工夫。日差しを通す屋根の下がない方は夜だけ玄関やリビングに鉢を移動する。そういう工夫もしてください。どうしても移動できない方は、夜露が当たらないように簡易的なビニールハウスというかバラの上にビニールで、屋根をつける。ビニールの準備ができない方はバラの上に傘を立てる。傘で、夜露を防ぐっていう方法もあります。まあ、ちょっと見てくれが悪いですけどもバラのためならいいかもしれません。まあ、同じくあの庭にバラを植えている方も傘を立てるとか、ビニールを上にかぶせる。完全にかぶせてしまうと蒸れてしまうので地面すれすれは風通しがいいようにしてやってください。黒星病の予防は黒星病になりやすいバラと黒星病になりにくいバラがあります。去年黒星病になったバラはちょっと肥料を多めに与える。そうすることで黒星病が発生しても黒星病の広がり方が緩和される。そういうふうにバラの生産農家さんに聞いております。黒星病感染の A、B、2つの説と予防ポイント。 A、 黒星病は
ハウラの気候から感染するという説。雨が降り始めたら雨が土を叩くので、土にいる黒星病原菌が舞い上がり、歯の裏の気候から感染する説。 B、 歯が6時間以上濡れていると歯の表面についた黒星病が歯の中に入って感染する説。365日植物生態肥でマルチングをして土をむき出しにしないようにすると、生物多様性となり、土は自然とふかふかになり、黒星病感染リスクが低減する。堆肥にコガネムシが産卵しないようにミニ水仙などを必ず寄せ植えする。夜露や雨が当たらない、歯が6時間以上濡れない育て方がポイントです。ベト病の予防とポイント。1、夏の日差しでバラの体は熱くなっています。夕方に枝葉に水がかかるようにすると、バラの体は急に冷えて風邪をひいた状態になり、ベト病になります。夕方に水やりするときは枝葉に水がかからないようにするのがベスト。2、夜露に濡れて体が冷えるとベト病になりますので、夜露に濡れない工夫が必要です。いずれもバラの体が急に冷えて、バラが風邪をひいた状態がベト病です。雨や夜露、夕方の水やりで夕方から朝まで枝葉が濡れない育て方。究極は和バラさんのバラ園のようにハウス栽培にすることです。私がオーガニック栽培していた時の天然のお薬のご紹介ですけども、ホタテ超高温焼成ナノパウダーっていうのが大和肥料さんから販売されてます。ホタテの粉末を高温で焼いて白いパウダー状にしたホタテの粉末です。それを水の中に入れて、上澄み液が強アルカリ水溶液になってます。この強アルカリ水溶液はウイルスとかバイ菌とかの殺菌効果があります。大和肥料さんの実験ではノロウイルスとかロタウイルスも、殺すことができたと、報告が載っております。ご覧のグラフが今お話しした超高温焼成ナノパウダーの実験データです。詳しくはこの YouTube をご覧ください。 URL は下の説明欄にございます。大和肥料株式会社、1万円以上の購入で送料無料。 URL は下の説明欄をご覧ください。私は2年前から無肥料無農薬でバラ栽培を始めておりますので、今言った資材も使っておりませんけども、皆様の参考になれば嬉しいです。今年から、私の庭の一角にバラの育種家様コーナーを作りたいと思っております。去年の秋にコロボックルのバラ屋さんで、京阪園芸の幼い健先生作出のバラフィネスを買って植えました。今探しているのは、私の YouTube でもお世話になりましたバラの家木村拓則先生のバラニューサを、今探しておりますけども、どこも完売で手に入りません。そして京成バラ園の村上先生の作出のバラを植えようと思ったんですけども、村上先生に直接お聞きしましたら、バラの育種を始めたばかりだからまだ私のバラはないよと、お返事いただきました。残念です。村上先生の作出のバラができたら必ず植えたいと思います。そして河合先生、後藤みどり先生の作出のバラも植えたいと思います、ね、これぐらいの広い敷地があったら、バラの育種家様コーナーが作れると思います。今日の YouTube いかがでしたでしょうか。視聴者様からそろそろナビさんの新作 YouTube が見たい、そういう嬉しいコメントをいただいて、今年初めての3ヶ月ぶりの YouTube 撮影をしました。
これからも応援よろしくお願いします。できたらチャンネル登録よろしくお願いします。ラビアンローズでした。